は犬のうちの母親がしてるふりしてる。そうそうそう、ちょっと待ってよ、せーの、ゴン。ようこそ。あ、ここが三滝。一年中水が流れてます。うん。綺麗な水。うん。この水の音を聞いて、心が穏やかになります。これ、飲めるかしら？飲めます。お、はい。上にはね、あの、こういうお水掘るところもありますし。うん。そうですね。山水にですね、一年中垂れることなく、いつも流れてます。そうですか。はい、ここまで来ました。うん、じゃあ右に行くと、右に行くと三滝山、うん、左へ行くと黒滝山、うん、それからこっちの方へ行くと三滝寺、うん、私たちが登ってきた道ね、は、三滝寺の方です。あ、じゃあこれからは三滝山に向かって、あ、三滝山に向かう、うんうんうん、それ向かって行きます。うん、行きましょう、行きましょう、行きま、行こうって、ゾバゾバゾゾゾ、はい、ゾゾ、登りました、登りました、お疲れ様でした。山頂に登りました。三滝山、お疲れ様です。よかった、うん、お疲れ様、よかった ね、 ね、お疲れ様です。じゃあ行きましょう、行きましょう。総高山の山頂に到達しました。到着しました。楽しかったです。やっとか、いよいよかですね。次は、うん、ご飯を食べましょう、はい、食べましょう。ここでお疲れ様でした。市内は一望できるんですね。すごい、いいですね、気持ちいいですね。はい、広島一望できますね。はい、広島こんにちは、お元気ですか、お昼ご飯食べましたか。
見えましたか？本当にすごいですね。はい、いい、はい、コーヒー入れてますよ。お写真ですか？それちょっと置いといて、次はこれを入れてからにしようか。蒸らす、うん、いい香り、山でコーヒーを飲むよ。いい香りだ。いい香り。モカ。モカ。次、私たちは武蔵お弁当。武蔵お弁当。アリちゃんも来てる。アリちゃん。食べさせない。アリちゃん、行け。これはどこの、チョコだっけ？これイタリアのチョコです。かわいいですよね。アブン先生が持ってきたお菓子です。うん、はい。私たちお茶も、はあ、苦労して洗ったのでいただきます。天気もいいし、そう、ちょうどいい、すごくいい、うん、食べ過ぎたら暑いし、広島が全部見えますよ、ね、希望できる、素晴らしい。中国も景色がいいところ多いよね。いいですね。いいかな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。お、いただこう。食べよう。で、食べようはつば。つば？うん。つば？つば。食べよう。オッケー、抹茶。中国は四川省だったら竹ばかりですよ。ん？竹。竹？うん。そう、竹林いっぱいあるの。だからパンダのふるさと。パンダは竹のところに暮らしている。ああ、綺麗だ。ちょっと取ってきてよ。16ラカンですね。みんなそれぞれ担当が違うんですね。これは文部省の文部大臣、うん、この前の方は、前方は農林 水産大臣、あ、農業と、うん、林業。ああ、はい。どうやってわかる？適当です。スポーツ大臣です。おお、うん。これ見たら。なんかそんな姿してますね。そうですね。相撲か何か。そうですね。多分そうですね。その隣の方は。はい。その隣の方は外務大臣です。外務大臣ですね。外務大臣ですね、見て、これはね、世界を見てるんですね。この店見て、
日本だけじゃなくて、うん、世界全体見てます。だから先生詳しいね。そうなんですよ。国際感覚はすごい良くて、はい、だから日本だけじゃなくて世界を見て生きよう。実はもっと水の量は多くてね、滝らしいです。春だとね。